バイエルン校ベルトルトは、ルイトポルト家出身のバイエルン校。ベルトルトは、バイエルン辺境伯、ルイトポルトの息子で、バイエルン公アルヌルフの弟にあたる。926年には、ケルンテンの伯として記録されている。938年に、オイ・エーバーハルトが、皇帝オットー一世により、バイエルン公位を剥奪された後、ベルトルトは、バイエルン公位を与えられたが、その際に、聖職叙任権などの権利を放棄することとなった。ベルトルトは、オットー一世の妹、ゲルベルガか、ヘイトビヒとの結婚が計画されていたものの叶わず、バイエルン貴族の娘ビルトルートと結婚した。ビルトルートは後に、ノイブルク・アンデ・アドナウのベルゲン修道院を創設した。943年、ベルトルトは、ベルスで、ハンガリー軍を破り、ハンガリーの侵略を防いだ。カランタニアのキリスト教家はベルトルトによるところが大きい。ベルトルトは、オットー一世の治世を支えたものの、947年のベルトルトの死後、息子のハインリヒは、バイエルン公位を継承することができず、2位アルヌルフの娘ユーリトと結婚していた、オットー一世の弟ハインリヒ一世が、バイエルン公となった。後に、息子ハインリヒは、皇帝オットー二世の治世下で、ケルンテン公及び、バイエルン公となった。ありがとうございます。